3枚になってます。それをこういう風に締めて、ちょっとね、感じが違ったと思うんですけど、この22、3部が一番バラッと巻くと、あとこの中に穴が開いてるんですよね。そうすると、これ、菌糸が弱くて、これは透明な瓶ですから、よくわかりますね。甘いね。それが、2つありまして、それから、音を手がかかる作業をしないといけないということですね。これは、こっち入れるには、だからじっとしとったらね、凍っちゃいます。5度から4度から5度の部屋ですね。そこで栽培しますから、かなりね、条件が違います。7センチぐらい入ってるんです。それから天井の壁にも全部このパップスクロールが入ってます。これもいいですよ。うん。完了。はい。あ、いけた。いけたかな。おー。